回はいろいろ拾えそう。その様子だともう決心したようだな。予定に変更はなしということか。FAC が湾内に入れば我々の全てがさらされてしまう。 BR-00 にも彼らに接収される。それはサビカを裏切ることと変わりない。皆の期待に背き、彼らの秘密を漏らし、唯一の希望の芽を摘み取る。歴史の再演ということか。私が記録しようとする紙片を二度も同じ駄作にさせるつもりか。遅ければそれを見つけた時にはすでに流民要塞は再建委員会によって更地にされているだろうな。なかなか大胆な計画だ。勝算は？悪い、つい今しがたのことを思い出した。サビカには頭の固いやつしかいない、戦って死ぬ道しか選ばないといったやつがいてな。どうやら彼女の言う通りのようだ。私も参加させてくれ。そして私はそれら全てを加速させてやろう。あの怪物にいつまでも外をうろちょろしてほしくはないからな。ちょうどいい案を考えたところだ。採掘地の底にいる幻影が、生きている半身が人間を飲み込んで生み出された汚染物だとすれば、直前に飲み込んだ対象は幻影となってそこの中心部付近に出現するかもしれない。生身ではあの汚染液を通り抜けられないが、私のインクならいけそうだ。有名記者である私が半身の行方を聞き出してあげよう。これならどうだ。まずは私の友人に挨拶をしないとな。やるかどうかは彼次第だ。ユーレン、局長の話はもう聞いただろう。どう思う？湾内の通信は途絶したが、
私のスミカラスの能力は遠距離通信を可能にする。さあ、両リーダーによる総動員を始めよう。私が死んだら、あなたは残ってくれるのか？どうやらダメのようだ。ならいい。信じているからだ。彼らにとってあなたは希望そのものだ。BR-002 が爆発した後、サビカはまだ諦めていなかった。彼らは生き残った仲間を集め、互いを支え合った。マフィアの脅威、共同病と耐え難い悲しみの中で希望を捨てず戦い続けていた。我々を率いるリーダーがいてくれたから。彼はとても強く勇敢な人だった。皆が彼を信用して頼りにした。だから彼が BR-002 の中に消えた後も必ず帰ってくると皆が信じていた。だからこそ皆が頑張れたんだ。しかし彼は二度と姿を現すことがなかった。彼はサビカを裏切り、涅槃に身を寄せたんだ。それ以来、たった一週間で大勢の人が逃げ出し、自ら命を絶った。マフィアの一員になった人も少なくはなかった。そして、残りの大半は指導と化した。それ以来、サビカは二度と立ち上がれなくなった。湾内を滅ぼしたのは BR-002 ではない。彼によって全てを壊されたのだ。そして8年後の今、もしあなたが再建委員会の側に立つのを皆が見れば、あの頃の記憶が蘇ってしまうだろう。彼らは再建委員会を受け入れず、あなたのことも理解できないに違いない。彼らはもう一度リーダーと希望を失うことになる。あなたの言う通りだ。あとは私に任せてくれ。彼の顔は老けたが、8年前のことはまだ忘れていないのだ。心はまだ若い。お前に出会った後は特にな。お前を見ていろいろと思い出したのだろう。だが我々も前に進まなければならない。
お前を困らせたりはしない。私はコネを使ってあなたを無事に湾内から送り出す。あの半身を見つけ次第すぐに連絡する。だが一つ条件がある。あの子たちを私に任せてはくれないか。つまり人質ということだ。お前がサビカを裏切らないようあの子たちを人質にさせてもらう。そうすれば皆も安心するだろう。あの子たちさえいればお前もいずれここに戻ってくるだろうと。国に気づいているはずだ。これから向かう戦いは残酷で、あの子たちには到底耐えられない。お前はもっと早くそうするべきだった。あの子はお前のことを大事にしすぎている。このままでは彼女は死ぬ。人質の代わりに私の一番大切にしている美しい紙片をお前に預けよう。状況が落ち着き次第、あの子たちを管理局に送る。信用できないなら、私にも枷をかければいい。ちょうど私は採掘地の汚染層に入るのだから、その保険にもなる。誤解されているようだな。私が好きなのは暗闇の中でもがく人だ。なぜならその人たちの中にはいつも光があるから。その光は何よりも強く輝く。その光こそが暗闇に意味を与えるのだ。だから私もお前の希望を好ましいと思うのだよ。私を捕まえることはできないわ。諦めなさい、ミノスの局長。どうして自分で守らないの？局長。